はい、アキラです。今日はね、この GS の、オイル交換を、まあ、初めて自分で買ってから初めてやるんですね。まあどんななってるか、まあ、手際悪いオイル交換を見てください。まずね、これスタンド、メインスタンドを立てなきゃいけないんだけども、これ、ね、自分で買ったバイクの中で一番重いね、このメインスタンドね。これ普通にね、体重乗っけてもダメでね、ちょっと勢いつけなきゃダメなんですね。まずこれドレンボートがね、下から見えないんですね。でこのアンダーガードを外さなきゃいけないんですけども、これがねひどい仕様なんだね。どうなんですか。あの前側がボルト2本で後ろ側がナット2本なんだけども、この前側のねボルトトリクスなんだけども、これね2本トルクスの、ね、サイズが違うんですね。右と左でね、ふざけてるね。右のサイズ違うな。しかしこれなんでオイル交換するのにアンダーガード外す必要があるのかね。なかなかね、13ミリのボックスっても日本車は普通つかないね。そうだね。はあ、まあ、だいぶ泥が溜まってるね。まず、洗ってから。これだったら、ここだったらね、アンダーガードに穴開けとけばいい気がするけどね。ね、ドレンボートのガスケットっていうかワッシャーも買っといたんで、それでサイズいいはずなんだけどね、内径16ミリ。あ、使えるね。まあ毎回新品にする必要がないとは思うんだけどね、気休めだね。まあ、新品にすればね、締め付けトルクが安定するっていう効果はあるとは思うけど、オイルが出やすくなるかなっていうところで、よいしょ。でね、オイルを入れるのはこっからなんだけども、なんかこういう車載工具があってこれで外すらしいんだけども、こうか行くのかな、これで、ま、あ、またおお、これ開けるの初めてだね。つまり
これスーパーカブのより少しはなんか太いカムチェーンだね。まあヘッドの中綺麗なんですね。ちょっと今回はね手持ちのオイル入れちゃうんで、まあ一応これ 100% 化学合成油なんで、まあ品質的には大丈夫なんだけどね。どういうオイルがいいのかね、 BMW は。まあ空冷だから、まあ、とりあえず化学合成油入れていけばね。一応これ 3.5 リッターだからね、3リッター以上になったらちょっとレベルを見ながら入れていくといいのかね。あ、とりあえず3リッター入れるとこの窓の半分ぐらいいくんだね。これだとあと 200cc ぐらい入れて様子見てみましょうね。うん、あ、まあ、とりあえずこの窓の上まで入ったんで一遍エンジンをかけて様子見てみなきゃね。下から上でね 500cc ぐらい入るんですね。これだとあと200ぐらいかね。うん、これでちょうど上まで入ったね。まあこんなもんでしょう。これドレンボルトがここで、穴の位置をね、この穴の位置をこの辺に持ってくればね、つけたままでオイル抜けるんだけどね、それだとこのリブが立たないのかな。でも同じような強度でこれ位置かリブの通し方変えたりとかね、このステーがどうせ鉄板でやってんだからね、なんかできそうな気がするけどね。どうなんでしょうね。まあそんな整備性はどうでもいい、どうでもいいっていうかね、とりあえず外してやればいいんだっていうとこなのかね。これ多分ね、日本のメーカーだったらだいぶ純正でつけるんだったら文句つくけどね、これね。これオプションだ、オプションではないよな。はい。ということで、まあこの作業は終わりですね。